トミックスの照明付きホームと明るさ比較してみます。いか、あ、やっぱり加藤の方が明るいですね。光量は断然加藤の方がありますよね。こんばんは、しげもんです。今日はこれやね、加藤の近郊型ホームデラックス島式セット、これ開けていきます。以前にトミックスの光るホームを開封しましたが、これも光らせることができるホームやね。パッケージ寄ってみるとこうです。加藤近郊型ホームデラックス島式セット、ほんで現代の都市部近郊用新幹線用に最適とあります。そしてパッケージ中央にホーム全体の写真が載ってますね。割と別パーツ豊富で細かいとこまで再現されてそうで、ここにあるようにこのホームは中にレールが入ってるんですよね。ホーム同士はユニジョイナーで接続すると、面白い構造ですよね。でパッケージ株がこうやね。ほんで別売りオプションを使って夜景やホームドアもとあります。この別売りのホームデラックス照明キットを組み込むことで光らせることができるっていうことですね。すごい。そしてパッケージの裏側がこうやね。裏側は製品内容が載ってて、そして右側が細かいディティールの写真が載ってます。やっぱり写真を見る限りパーツは細かそうで、展示ブロックも別パーツなんですよね。そして左下スッと、そしてスッと、レイアウト図が載ってますが V1 セットの対比線と組み合わせれるっていうことですね。なるほど。では開けていきましょう。で箱は結構デカめですね。トミックスのホームよりデカいかな。よし、では出します。オープン。てってれー。あー、ちゃんとビチッと入ってますね。で、あ、なんかトミックスのホームと入り方が似てますね。こんな感じ。中に入ってるのは屋根付きとホームエンドが2つずつやね。そしてこっちに入ってんのは各細かいパーツと、あ、こっちにもこういうクリアパーツ入ってるんですね。ほんで説明書とシール関係かな。よし、では出していきましょう。まずは上からね。なんかこのホームのはまり方もトミックスのパッケージと似てますよね。スッと。はい、まずこれが島式ホームエンド R ですね。すごい綺麗。お持ちの方からすると目新しさはないと思いますけど、いいね。ホーム寄ってみるとこうやね。この色ごとに別パーツになってるっていう感じですね。でこのホームの端部分の表現すごいですね。モールドですごい綺麗に再現されてます。で展示ブロックも別パーツなんですよね。なんかここら辺は墨入れしたらかっこよくなりそう。そしてホーム側面はこうやね。なんかマットでいい感じ。ここも汚してあげたらよりリアルになりそうやね。で裏側はこうですね。そしてホームの端部分はこうやね。ここは変換ジョイナーを使って接続するみたい。これ後でやってみましょう。そして2つ目のホームエンドね。左右対称なんでほぼ一緒ですけどよ。これが島式ホームエンド L ですね。さっきのものと左右対称なだけで基本的な構成は同じ。裏側はこれね。そしてメインの近郊型ホームデラックスやね。これ出していきます。あ、すごい。なんかもうこの時点でボリュームがかなりあります。おお、出ましたね。これが近郊型ホームデラックス島式 A ということで、階段パーツがデフォルトで付いてないものになってます。あ、すごい。ボリュームはかなりしっかりしてますね。過去の近郊型ホームとデザインは一緒なんですが、この屋根の下のこの部分ね、こことこのホームの中にレールが入ってて、そこに照明を取り付けれるっていう仕様になってます。で下から眺めるとこんな感じ。すごい構造やな。はい、この屋根裏のこの部分ね、動向板もすでに入ってるんやね。なるほど。そしてホームの表面ね、穴が開いてますけど、このホームの下に照明を入れれるんで、こっからホーム上の小物を光らせるっていう感じですね。そしてホームの接続面はこうやね。ホーム同士の接続はユニトラック同様ユニジョイナーで行うということですね。ほんでホームの屋根は外せるみたいですね。外してみようよ。あ、簡単に取れそう。あ、こうなってんねや。これがホームの屋根の裏ですね。ここに HO ゲージのユニトラックのレールが入ってるんやね。なるほど。でこの透明の動向板も入ってます。でホーム下に照明を入れる際はここね、この蓋の下に照明を入れるみたい。よし、じゃあホーム4つ目も出しますよ。スッと。はい、これが近郊型ホームデラックス島式 B ですね。ホームにエスカレーターのパーツがはまってて、その真上の屋根がこのように透明になってますね。
が全く同じホームが2つ入っているわけではないということです。これね、寄ってみるとこうやね。全体的な構造というか作りは先ほどのものと同じですが、このエスカレーター部分のパーツが取り付け済みっていうことですね。あとは付属品やね、細かいパーツがいっぱいあるんで開けてみていきましょう。付属パーツはこの透明ランナーが2枚、そしてグレーのランナーが2枚、ほんで濃いグレーのランナーが2枚、そしてホーム蓋標準が1枚、ホーム蓋備品用が2枚、ホーム蓋建物用が2枚、ユニジョイナーが4つ、変換ジョイナーが2つ、そしてユニジョイナー外しが1つ、あとは外観シールが2枚と車高シールが2枚、これで全部かな。じゃあ細かいパーツもいっぱいあるんで説明書通り見つけていきます。基本的には既存製品と同じやと思いますけど、説明書通りにパーツを切り離して取り付けていきます。こういう作業って大変ですけど楽しさはありますよね。あとはパーツを取り付けていくだけ、カチッとキュッと。あとこういうクリアパーツは光らせる時のプリズムになるっていうことですね。トミックスの方も同様にシールの貼り付けは必須やね。ただシールはトミックスのものよりも数は少ないんでハードルは低そう。案内板のシールを切り出して貼り付ける、そしてシールを貼り付ける。あと番線表みたいな光る看板に関してはトミックスの方も同様にこの看板の側面にも遮光シールを貼る必要があります。これが大変なんですよね。よっ、ここはトミックスのものと違って長いのを折り曲げて貼るタイプやね。正直ここは汚くなりそうやったら貼らないっていう手もありますけどね、今回は頑張って貼りますよ。あとこの自販機のパーツは先にこの遮光シールを切り出して貼り付けてからこっちに付属のシールを貼るみたいですね。すごいね、これも頑張って貼っていこう。はい、切り出した遮光シールを自販機パーツに貼り付ける。ほ、あ、裏面は銀色やったんや。これを折り込んで貼り付ける。いいよ、本当に全部の面にシールを貼るっていう感じやね。そして前にもシールを貼る。こうかな、まあ、正直シールが苦手な僕からすると結構むずいね。でさらに上からシールを貼ると。はい、貼れた。どうかな、貼れたけど正直この自販機のシールに関してはトミックスの方がやりやすいですね。その他のパーツもシールを貼って仕上げていきます。でベンチ関係はホーム蓋のパーツに取り付けると。こういうことか、ギュッと。ほんで駅名表も貼り付ける。そしてホームに細かいパーツを取り付ける。ホームの穴を塞ぐパーツもあるんやね。よっ、ギュッと。で自販機のパーツを取り付ける。よいしょ、これね、同様に床を塞ぐパーツ。よいしょ。そして床パーツを取り替える際はこの裏側ね、ここから突き上げることで、はい、この部分のパーツを取り替えることができます。よいしょ、こうか。ここを分けることでこのホームの中に照明を組み込めるっていうことですね。これ後でやるんでとりあえずパーツだけ取り付けます。よいしょ、こうやね。あと屋根裏のパーツも取り付けます。いいよ、よいしょ、キュッと。はい、全てではないですが主要パーツは取り付けましたね。あとは付属のユニジョイナーでホーム同士を連結する。ホームデラックス同士は付属のユニジョイナーで連結するのか。あ、すごいな、本当に線路と一緒ですね。ほんでこのまま連結か、パチ。あ、もう全然問題なくひっつく。そしてホームエンドとホームデラックスを連結する際は付属の変換ジョイナー、これを差し込んで連結するのか。1個だけでいいんやね、これでパチッと。なるほど、はい、これでホーム連結できましたね。かなりボリュームありますね。大きい屋根がかっこいい。
もともと別パーツ化されてる部分も多いんで、製品としてのクオリティはめっちゃ高い。いいね。ほんでホームを光らせる際はこれね、別売りのホームデラックス照明キットを使います。パッケージを手見るとこうですね、照明ユニットが10個入ってるっていうことですね。裏はこう、10個分っていうのは均衡型ホームデラックスが2個分っていうことですね。では出します。ジャッと中身はこう、 LED 基板と金属パーツが入ってますね。組み立てる必要があるんや。見えるかな、これも開けていきましょう。あ、すごい綺麗に基板が並んでる。説明書はこの照明キットの組み立て方と取り付け方が載ってますね。うん。あと注意が必要なのは、電気配線関係は別売りのターミナルユニジョイナーが必要になります。これは照明キットのパッケージに記載はあるんですけど、ホームデラックスセットのパッケージに記載はないんですよね。だから購入の際は忘れずにターミナルユニジョイナーも買わないと光らせれないっていうことですね。はい、では組んでいきます。まず基板を一つずつ剥がして、あとは説明書の図通りにこの終電集をはめればいいだけか。一つの基板に集を2個はめる。ほんで完成やね。ホームに取り付ける際は最初にやったように屋根を外して、でこの作業は多分ね、パーツを取り付ける前にやった方がいいですね。あとは任意の位置に LED を設置やね。このレールにはめるっていう感じか。よ、そんなにカチッとはまるわけではないかな。とりあえず屋根裏に4つ乗せた。あとホーム上の小物を光らせる場合はホームの中に LED を仕込むと。これも中のレールに接触するようにはめる。はい、はまったけど結構奥まで入れるのは難しいですね。なんかの衝撃で外れそう。とりあえずこのまま蓋をしよう。キュッと混んでいいかな。そして付属のユニジョイナーを外して、別売りのターミナルユニジョイナーに交換するっていうことね。よっ、あとはこのまま連結。カチッと。はい、照明取り付け終わりましたね。ターミナルジョイナーはパワーパックに接続してもいいし、別売りのアクセサリーアダプターにつないでも OK よね。今回はパワーパックスタンダード SX につないでます。だからアトミックスのホーム同様にパワーパック側で光量を調整できるっていうことですね。では光らせましょう。いきます。ピカ。あ、結構明るくつきますね。あ、すごいすごい。これ今光量マックスです。だいぶ明るいな。照明を落とそう。はい、どうでしょうか。 LED の個数に関してはトミックスの方が多いと思うんですけど、明るさは加藤の方が上かな。めちゃくちゃ明るい。寄ってみるとこうです。屋根裏のレールと同光板は結構チラ見えしてますけど、ホームはかなり明るいですね。そして目線を下げるとこうですね。駅名標はクリアパーツなんでかなり綺麗に光ってるんですが、側面に貼ってるシールの感じがやっぱ気になるな。自販機部分はこうやね。ちょっと接地面から光が漏れてますよね。あとあんなにシールを貼った割に自販機が光ってるっていうことが目立たないですね。ここもちょっと気になるけどどうでしょうか。そして奥側の方もね、光はかなり明るいんで綺麗ですよね。夜景感があります。こっちの自販機の方が光ってるの分かりやすいですね。照明の当たり方によって変わってくると思うけど。そしてホーム全体こうですね。トミックスのホームの時も思いましたが、細かいところを見るよりも全体が光ってんのを見た方が綺麗やね。結構雰囲気いいですよね。あとはパワーパックにつながってるんで光量を調整することもできますね。うん、やっぱ最大で光ってる方が綺麗やな。では最後にトミックスの照明付きホームと明るさ比較してみます。というかホーム自体の大きさが全然違いますよね。こっちトミックスで、こっちが加藤ね。どちらも光量マックスの状態で点灯させます。いきます。せーの、いか。あ、やっぱり加藤の方が明るいですね。照明落とそう。光量は断然加藤の方がありますよね。一目瞭然。トミックスの方が青めの光になってますが、加藤の方も付属の青いシールを使うことで光の色味を変えることができます。上から眺めるとこうやね。自販機とかの小物パーツも光り方が全然違いますよね。正直光り方に関しては好みもあると思いますけど、こんだけ違いがありましたね。では電気をつけましょう。はい、こんな感じでした。というわけで加藤の均衡型ホームデラックス島式セットに照明キットを組み込んで光らせてみましたね。照明はかなり明るくてめっちゃ綺麗。ただ個人的に一つ気になる点を言うと、このホームの中に仕込む照明ね、これがかなり取り付けにくい。完全に固定されるわけではないんで
お座敷運転とかに組み込んでホームを出したり直したりする場合は多分外れると思いますね。あとホームの連結はユニジョイナーで行うんですが、連結の際にこのホームの中に入っているレールがこうスライドして動いちゃうことがあるんですよね。そうなるとホーム下に入っている照明が外れてカラカラ動き回るということが起きます。そこに関しての丈夫さというか安定性はトミックスの方が上かなと感じた。ホームが光ると綺麗っていうのは間違いないですね。製品の詳細に関しては動画下の説明欄にリンク載せておきます。気になった方はぜひチェックしてみてください。終わり。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面タップすることでチャンネル登録できるんでよろしくお願いします。ではさよなら。